鈴代またいでは大型の紙袋を作っています。社名のまたいは麻でできた袋。現在はクラフト紙を原料にした袋を作っています。イエスものづくり、今回は作詞の鈴代またいを紹介します。鈴代またいは紙袋製造のほか、金属部品の委託販売や環境エネルギー事業など常に新しいことに挑戦しています。昨年秋に紙袋を製造する新工場ができました。この工場をそもそも作るときに徹底的にこだわったんですが、衛生環境ですね、お客様が物を入れるためにお使いになる袋ですから、特に食品業界ですとか化成品業界といったような業界のお客様は異物混入はやっぱり本当に嫌われます。ですのでそういったことがないような徹底的な衛生環境をまずこの工場で作ったと。手作業でポリ袋を差し込む工程は専用の部屋で行われます。靴を履き替えるなどさらに徹底した衛生管理がされています。工場には最新の機械が導入され、高性能な製品も作れるようになりました。これはマイクロピンホールという細かい穴が開いた袋です。かなりの多くのお客様は粉物を入れられるんですね。空気と一緒に送り込みますから、最初ボーッとものすごく膨らんでしまうんですね。そうすると製品を封入するのに時間もかかってしまうんですが、空気抜けますのでそこで充填をするのに5時間がかからない。それと積載効率が良くなりますよね。この長野県の東信地区では鈴代グループの拠点というのは私どもだけになるんですから、鈴代またいの商材だけではなくてですね、鈴代グループのいろんな商材やサービスもですね、この地域で取り扱うようにしてお客様のお役に立っていきたいというふうに考えています。